トルコで植毛手術を受けたことが話題の俳優石田一生48が15日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを更新した。石田は2021年12月に3度目の離婚を経験。22年10月にはインスタでおしゃれなバッグを持った私服姿を投稿し、元祖フェミ男と反響。また、同11月にはモテ期到来しました。彼女が今、おかげさまで6人になりましたと告白。先日は夜遊びするおしゃれな様子を複数掲載するなど充実した私生活を披露している。